篠田康夫は、日本の新職。厚田神宮宮寺、工学館大学理事長、総長。1908年三十県宇治山田市に、篠田幸男の三男として出生。1930年神宮工学館本科を、卒業と同時に、国兵大社多戸神社に奉職。その後、1932年別格官兵社、北畠神社左官。 1933年官邸大社、多賀神社左官を経て1939年官邸大社、厚田神宮ネギとなる。1942年度を神宮剣宮寺に就任。1945年に新党指令により、完成職廃止。引き続き剣宮寺として、長谷豊宮寺を助け、厚田神宮戦災復興を成し遂げ1964年。 厚田神宮宮寺に任命され1986年まで在職し、名誉宮寺となり1997年成居した。また一方で、戦後の神社本庁、神社庁においては1946年、愛知県神社庁設立に伴い副庁長,長となり、1950年神社本庁理事、1959年神社本庁、常任理事、1964年、 愛知県神社町長を歴任。1974年神社本庁事務総長となり1983年までの3期9年の長きに渡りその地位にあり、神社本庁検証の制定、神社関係出身有識者懇談会の結成、神職の生涯教育、後継者養成のため中央研修所を設置する、等、多くの施策を実施完遂した。総長を退任後は、 神社本庁常任顧問となり、1984年には長老の称号と鳩税が贈られている。さらには、神道指令により廃絶された母校である国立神宮工学館大学の最高に情熱を捧げており、1962年には私立工学館大学として復活をさせる。1982年には同大学理事長、1992年には 総長となった。ありがとうございます。